12歳。ついに念願のフルムーンデビューの日が来たの。だけど発表記念ライブでいきなり上がっちゃって人前で歌えるか不安になっちゃったの。または小学生だししょうがないかな。でもみんなの協力でライブは無事成功。今度は私がフルムーンメロコでデビューよ。さて今日はどうなるのかしらね。わかったか。はい。の PV もちょっと頑張ってみました。でもみんな本当に買ってくれるかな。発売当日から弱気になってちゃ困るわよ。いい曲なのは間違いないんだし、これからバンバン売るよ。あーイラつく、じっとはじっとしてろよ。大重さんから売れ行きを聞くまでは落ち着いてなんかいられないよ。もう勘弁してくれ。さっさと電話してこい、マネージャー。来た。もしもし。はい、そうですか。わかりました。どうだった、なんだ、売れないくらいで落ち込むなよ。昨日発売したばっかりだもんね。勝負はこれからだよね。やったー、漫画売れだって。注文殺到だって、まだまだ売れるって。なんだよ、心配させやがって。これって私の歌をたくさんの人が聞いてくれるってことだよね。私の勘によるともっともっと売れるわよ。ミリオンセラー間違いなし。よかったな。今日学校に行ったらもうフルムーンの話題で持ちきりじゃないの。そうだ、あんた今日学校に CD 持ってきなよ。フルムーンの CD 持ってますって自慢できるわよ。そうかな、本当にそうだといいな。みんなの反応楽しみ。あ、そうとなったらまずはサインの練習よね。な、売れてるのはお前じゃなくてフルムーン。ねえ、リボンとかした方が可愛くていいかしら。ねえ、どうも。メロコ、いい加減にしろよ。あんな大声ではしたない。おはよう。Thank you.
どうした？みんななんて言ってるか考えたらドキドキしちゃって。本当にマイセルフ聞いてくれてるかな。大丈夫だって、バカ売れなんでしょ。自信持てよ。そうだ、深呼吸してみ。それでよし。うん、おはよう。あ、小山さん、おはよう。おはよう。でさあ、昨日は出てきた。おはー、クミ。クミったら、やけに今日は早いね。いいじゃん。それよりねえね、昨日発売したあの新曲聞いた？あ、聞いた聞いた。あのボーカル最高だよね。フルムーン、フルムーンだよ。古田、ギターファイターズの。あ、そうそう、前島さん、さすが放送委員。当然よ、新曲チェックしてるもの。本当？じゃあさ、何やってんだこいつ。話に加わりゃいいのに。ねえ、昨日テレビでさ、驚いちゃった、綺麗だったね。あ、それ芸能ニュースにもなってたあれ。松島のりかの一日社長。どうしたの高山さん、また気分悪くなっちゃった。な、なんでもないの、ありがとう。そうならいいんだけど、誰も噂してなかったな。そんなに気になるなら噂なんか気にしないで自分から聞いてみればいいじゃねえか。だってお前もしかして友達いねえのか。そんなはずないじゃん、転校してきて2年も経つんだよ。うん、タクトの言う通りなの。私病気でずっと休みがちだったから。あ、体育もこうして見学ばかりだし、テレビもあんまり見せてもらえないから話題もないし、仲のいい友達なかなかできなくて。そっか、ごめん。いいの、売れてるって言われてみんな聞いてるはずなんて舞い上がっちゃったのがいけないんだから。こっちこそごめんね、心配かけて。うん、